すごい効果的なメモ術。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。 MM さん、50代男性。カバサワさんは以前本の中でツイッターメモ、何か気がついたことがあればツイッターに書いて投稿するということを推奨していましたが、それは今でもやっているのでしょうか、という質問ですね。やってませんというか、まあツイッター自体あんまりやってないのでね、やらなくなったということで、まあちょっと前の本だと思うんですけど、確かにツイッターメモっていうのをね書いてたと思います。じゃあ今何やってるのかっていうとですね、私が使うメモはノートパソコンの付箋紙っていうアプリですね。これ Windows 10だとデフォルトで入ってますので、 Windows ユーザーの方は付箋紙って検索するとそのソフトが出てくると思うんですけど、付箋紙みたいな黄色い紙がデスクトップ上にペタッと貼られて、いわゆるメモ帳ですね。テキストをそこにただ書き込むようなものです。そこに気がついたことがあれば何でもそこに書くっていうことにしています。大体私一日の中で電車とかで移動している時間以外はノートパソコンが開かれておりますので、ほぼほぼ何か気づいた時はそこに書ける状況になっているということで、アプリの付箋紙というのが一つね、メモのおすすめとして挙げておきます。もう一つがですね、ブログとか読んでて面白いブログだなとか、あとニュースサイト見てこのニュース面白そうだなとか、あとでこれメルマガのネタでちょっと引用しようかなと思った時に URL とかになっちゃいますよね。で URL とか長い URL とかを付箋紙とかに貼るとガバガバって5行ぐらいになっちゃったりする時がたまにあるんですよね。そうすると見苦しいってことで、ウェブサイトをメモする場合は、私は実は最近はですね、 Facebook の公開範囲を自分だけにして自分のみの投稿っていうのをやっています。そうするとですね、後でそういえばなんか面白いニュースあったけど、あれどこのヤフーニュースだったかな、何だったかなみたいな、もう一回 Google でなんか覚えてるキーワードで検索したりして、それで意外と出てこなくて何分間も検索しまくって、あ、ようやくこれに出たとかですね、そういった苦労をすることっていうのは時々ありますので、まあ、そういうふうに貼り付けちゃうっていうのがありますね。皆さんがよく使うサービスとかですね、そういったものに集約させて、まあ、エバーノートを使う人はエバーノートでもいいと思うんですけども、私は Facebook をよく使いますというか、かなり使いますので、そういうちょっと気になるサイトとかニュースを Facebook 上に自分のみで投稿しておくと、全部 Facebook を見返すだけで出てくるよっていう状況になっているので便利ですよっていうことです。だから、ね、Google プラスをやってる人だったら Google プラスでもいいと思うし、 Twitter をやってる人は Twitter メモでいいと思うので、 Facebook のは公開範囲を変えるってことができますので、誰も見てなくて実は自分しか見ないんだけども投稿しておくと後で見返すことができますよっていう、そういう使い方も意外とできるんですね。メモの仕方っていうのはですね、好きなようにやってください。皆さん好きなようにやっていただければいいんですけども、すぐにメモできるってことはとても重要ですよね。だから皆さん方がよく使うスマホであればスマホにメモしてもいいと思いますし、紙の手帳を持ち歩いてる人は紙の手帳にメモしてもいいと思うんだけど、皆さん方がよく使うサービスなんかを活用しながら、便利なアプリがあればそれに使ってもいいと思うんですけど、あれもこれもってたくさんやっちゃうとどこにメモしたか今度分かんなくなるので、どれか1個、多くても私みたく2個ぐらいで集約させて、そこにメモを集約させていく、自分の気づきとかひらめきとか何かやりたいこととかトゥードゥとかいろんなことを書き連ねていく、そういう場っていうのは必要だと思うんです。皆さんのウェブ環境やスマホ環境、そういったものに照らし合わせながらね、自分の便利なメモ、あるいはメモアプリ、付箋紙アプリ、 SNS をメモ代わり使うこともできる、そういったことを含めてね、皆さんのベストなメモの方法っていうのを模索して、自分なりのメモ術っていうのを突き詰めていくっていうのが最も効果的なメモ術だと思います。私の場合はさっき言いましたように、付箋紙と Facebook の自分のみ投稿っていうのをよくやるんですけど、それは皆さん方の場合はまた違うと思いますから、自分のメモ術っていうのを追求してですね、こうやると一番メモ簡単でいいんだぜ、自慢できるぐらいの研ぎ澄まされたものを持っていると、それが最強のメモ術だと思いますので、皆さんもいろいろと研究してみたらいかがでしょうか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。